沖縄本島の中部に広がる遠浅の自然海岸、突き出た岩が亀に見えることからカーミージーの海と呼ばれています。港川小学校ではこの海に関する学習活動を2006年から続けています。名付けてカーミージー探検隊。カーミージー探検隊は総合的な学習の時間の一環として行っています。はじめに地域の方から昔のカーミージーの様子について話を聞く活動を通して、カーミージーの海を守りたいという気持ちに触れます。自分たちの身近なところにこんな大事な資源があるということをぜひ知ってほしい。もう一度楽しめる豊かなカーミージーを一緒に作っていきましょう。次に環境教育や海の保全活動に取り組んでいる鹿谷自然案内のお二人から、海の生き物や海を取り巻く環境に関する講話を聞いて理解を深めます。また生き物の観察の仕方や浅瀬を移動する際の注意点についても学びます。無数の生き物たちが暮らす場所なんだっていうことをまず体験してほしいなと思ってます。海を見守り続ける人が地域に増えてくれたらなという思いで環境学習を続けています。書籍やインターネットを利用してカーミージーに住む生き物についての調べ学習も行います。観察がしやすい大潮の潮が引いた時刻に合わせて日程を組み、いよいよ探検隊の出発です。地域の方々も子どもたちの活動を支えます。陸の上からでは見えなかった生き物の姿が、足を踏み入れてみると次から次へと見えてきます。探検隊に同行した鹿谷さんの話に熱心に聞き入ったり質問をしたりしています。魚が可愛かったです。いろんな生き物がいっぱい見れて嬉しかったです。いつまでも綺麗な海にしたいと思いました。実際に見たり触れたりした生き物やカーミージーの様子について振り返りながら、新たに浮かんだ疑問について調べ直します。そして調べたことや考えたことを新聞という形でまとめていきます。海ごみにはどんなものがあり、なぜたくさん流れ着くのか、私たちはどうすればよいのかといった話を聞きます。海ごみの学習を経て、自分たちにできることはないかを考え、地域のごみ拾いを行います。拾ったごみの分別作業を通して分かったことや感じたことを発信するために、市やポスターでまとめていきます。カーミージー探検隊はコミュニティスクールとして地域の方々、専門家の方々に支えられ18年目を迎えました。これからも身近にある美ら海に誇りを持ち、素晴らしい環境を大切にしたいという心を育てていきたいです。美しい里浜カーミージーの学習を通して、地域の海に誇りを持ち、環境に心を寄せる児童の育成を今後も続けていきたいと考えています。